西南学院高校を卒業で、この秋からペンシルバニア州立大学に進学します、山川栄太郎です。まあ多分4年間行くとなったら F1 ビザっていうビザを取ると思うんですけども、それを申請するのに I-20 っていう、向こうの大学から来る合格許可証っていうか滞在許可証みたいなのがあるんですけども、まあそれを申請してから来るのに1ヶ月ちょいぐらいかかって、本当だったら1週間ぐらいで来るって言われてたのに1ヶ月ぐらいかかったりとかして、でまあちょっとそれも焦ったりとかして、まあそれさえ来てしまえばビザ申請自体はそんなに時間はかからないんですけども、ただそのビザの面接に大阪に行かなきゃいけなかったりだとか、まあ福岡で受けれる場合もあるんですけども、そんなに面接日が多くはないので、そこはまあなるべく早め早めにやっといた方が確実なのかなっていうふうには思いました。外国学生担当の方とその、I-20 の申請の係の人にずっと、メールを送って、もう本当にそろそろ来なきゃ電話しようかなと思ってた時に来たりとかしたんで、まあでもとにかく早く送って、これこれこういう風になるし、もうチケットも取っ、もうそういう風に取れなかったりとビザがないとそのちゃんと取れなかったりして困るので、早め早めに送ってくれっていう風な感じでメールはもうひたすら送ってはいました。まあ本当に切羽詰まったら電話するなりすればすぐ来るっていう話は聞いたので、まあとにかくプッシュするのが大事だなっていう風に思いました。これこれこういうことが必要なんですかっていうことと、あとは、まあ、よくわからないことはもうこちらのアメリカンセンターの方にも一応 何回かメールを送って質問したりはしました。もう無視されるってことはなくて、送れば絶対何かしら返してくれるので、それは全然答えてくれると思います。まあ、ただその面接って言ってもなんかその就活の面接みたいな感じじゃなくて、ただなんかこう窓越しに係員の人がいて、あこんにちはみたいな、でなんかちょっと軽くしゃ、もう本当顔見せ程度のもんなんで、そんな気負わなくてもいいとは思います。その全然面接つつも本当に顔見せて、なんか一言二言喋って、なんか指紋取って終わりって感じなんで、本当に全然日本語でも英語でもどっちでも関係ないかなと思います。本当全部自分でできる内容なので、まあ、とにかくその I-20 をゲットするっていうことと、家族親族以外の2名の連絡先をっていうことはちょっと事前に、知っておいてもらった方がいいのかなとは思います。予防接種を結構受けなきゃいけなくて、アメリカの場合は行く前に、なんでそこを受けたかっていうところを、英語のなんか証明書じゃないですけど、まあ、そういうのを、まあ、お医者さんに書いてもらってっていうのはしました。薬は一応なんか体に合わないといけないので、日本の病院では一応、まあ、ある程度もらってっていうふうにはしました。